ハイイログマは、北、アメリカに生息するクマ科の大型動物で、ヒグマの一野種である。日本に生息するエゾヒグマとは近縁である。別名アメリカヒグマ。また、日本でも、グリズリーという英名がよく知られている。北米では、内陸に住む同種を、グリズリー、沿岸に住む同種をヒグマと呼ぶことが多いが、実際のところ、ヒグマと区別する明確な基準はない。 足小妙、ホーリビリスは恐ろしいという意味である。なお、ゲノムの解析により以前滅種のホラーアナグマと交配しており、原生の灰色イイグマにもホラーアナグマの遺伝子を持つ個体が存在することが判明した。最大級の個体は体重が 450kg 以上に達するが、平均的な大きさは日本のヒグマとあまり変わらない。ただ、肩のコブがより盛り上がっている。 時速5 0トルほどで走り、泳ぎも得意とする。木登りについては、若い個体は得意とするが、成獣は体重が増加するためほとんど登らなくなる。絶滅したカリフォルニアハイイログマは、平均で今のグリズリーの最大級ぐらいの大きさだった。かつては北アメリカ大陸西部に幅広く生息していたが、開発に伴って生息域が減少し、現在の分布は、 アラスカ州、アメリカ合衆国北西部、カナダ西部に限られている。季節によって、ヘラジカ、トナカイや、アメリカアカシカ、アメリカバイソン等の草食獣やその死体、酒マス、バス等の魚類、松の実やベリー等の植物や昆虫など、何でも食べる雑食性である。アメリカクロクマを捕食することがあり、オオカミやピューマから獲物を奪うこともある。 天敵と言えるものは存在しないが、ヘラジカやアメリカアカシカやアメリカバイソンの健康な成獣を狩ることはなく、それらやイノシシや家畜などの犯行によって死亡する例もある。カリフォルニアやスペインなどではヒグマと王子を戦わせるスポーツが19世紀まで盛んであった。この需要がカリフォルニアハイイログマの絶滅の一因になったともされる。駆除されたハイ,イログマ。 中央はカスター中佐。左はカスターの片腕、リー族のブラディナイフラピットシティにて撮影されたハイイログマー主全体としてはアメリカ合衆国では絶滅危惧、カナダでは特別懸念に指定されている。米国では現在この他に複数の個体群を絶滅危惧特別個体群に指定する要要請がなされている。2006年1月に アメリカ合衆国内務省の魚類野生生物局がモンタナ州とワイオミング州にまたがるダイエローストーン生態系に生息する個体群の絶滅危機種指定の解除を提案した多くの生態学者が実質的個体群の大きさが長期間にわたる存続には不十分なこと主要な食料資源の確保が将来危ぶまれること乱獲からの保護が保障されないこと などの理由で反対を表明したにもかかわらず、2007年3月22日に、同個体軍は指定を解除された。現在天然資源防護協議会をはじめとする複数の自然保護団体が内務省の決定は科学的根拠よりも政治的な理由によるものなので撤回されるべきと主張し、米国政府を相手取り訴訟を起こしている。北米の西部開拓の歴史は、 ハイログマの生息域への開拓の歴史でもあり、人との接触にまつわる逸話は多く知られており、日本ではシートンの著書を通して知られるものが多い。池捕りにしたハイログマを見せ物として他の動物と戦わせることも盛んに行われており、闘牛用の牛と戦わされたりライオンと戦わされたりしたハイログマの記録も残っている。 アメリカ合衆国の絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律をはじめとする保護法の発行以来、灰色熊の個体群数は回復の傾向にあるが、放牧業を営む、畜農家との圧力、拡大する住宅地、イエローストーン国立公園などでの観光客との接触、交通事故など、人と灰色熊との共存は容易ではない。住宅地の近くに住む個体はゴミを漁ることもあり、 環境問題になっている。NBA のメンフィスグリズリーズや有名なグリズリー・アダムスなどグリズリーの名で日本に知られているものも多い。ありがとうございます。